レオがラから帰国後初の生出演。ラビットで見せる新たな姿に期待。レオファン必見。ラ帰国後初の生出演を見逃すな。7月25日、ラビット。ラから帰国してからの日本の朝、レオの生出演が待ち遠しいファンたちの声が日本中から集まっている。7月25日の朝8時から TBS のラビットに出演するというニュースに、 彼のファンたちは期待と喜びで溢れている。レオがラでの活動を終えて日本に戻ってきたことに対する安堵の声も多く、疲れているだろうに出演してくれることへの感謝の気持ちが数多く寄せられている。彼のファンたちは、レオがラから戻ってくるのを待ちわびていた。彼の笑顔や元気な姿を見ることができるという期待感が高まっており、特にラでの出来事やエピソードを聞くことができるかもしれないという楽しみもある。 ファンたちは、彼がどんな話をしてくれるのか、どんな新しい髪型やファッションを見せてくれるのかを心待ちにしている。レオの生出演が決まったことは、多くのファンにとって朝の楽しみとなっている。特にリアルタイムで彼を見ることができるというのは、忙しいスケジュールの中でも彼の元気な姿を確認できる貴重な機会だ。ファンたちは彼の出演を見逃さないように録画の準備をしたり、 朝早く起きてテレビの前で待機する計画を立てている彼のファンたちはラから帰国してすぐに生出演することに対して心配もしている時差ボケや疲れがたまっていないか体調は大丈夫かといった声も多く寄せられているしかしそれ以上に彼の出演を心待ちにしている声が多く彼の笑顔や元気な姿を見ることで自分たちも元気をもらえると感じているファンが多い レオがラビットに出演することは彼のファンだけでなく番組を楽しみにしている視聴者にとっても大きな喜びだ彼の明るい性格やエネルギッシュなパフォーマンスは多くの人々に元気を与えてくれる特に最近の忙しいスケジュールの中での彼の努力や献身はファンにとって大きな感動を与えているレオの出演に対する期待感は日本全国で高まっている彼のファンたちは 彼がどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、どんな話をしてくれるのかを心待ちにしている。彼の出演を楽しみにしているファンたちの声は、彼にとって大きな励みとなるだろう。彼の出演を見逃さないように、多くのファンが朝から準備をしている。レオがどんな話をしてくれるのか、どんな新しい情報を提供してくれるのか、ファンたちはそれを心待ちにしている。彼の出演を通じて、 ファンたちは彼の元気やエネルギーを感じ、自分たちも元気になれると感じている。レオの出演に対する期待感は、多くのファンにとって朝の楽しみとなっている。彼の出演を通じて、ファンたちは彼の元気やエネルギーを感じ、自分たちも元気になれると感じている。レオの出演を見逃さないように、多くのファンが朝から準備をしている。レオが、ラビットに出演することは、彼のファンだけでなく、 番組を楽しみにしている視聴者にとっても大きな喜びだ。彼の明るい性格やエネルギッシュなパフォーマンスは多くの人々に元気を与えてくれる。特に最近の忙しいスケジュールの中での彼の努力や献身はファンにとって大きな感動を与えている。レオの出演に対する期待感は日本全国で高まっている。彼のファンたちは彼がどんなパフォーマンスを見せてくれるのか どんな話ををししててくれるるのかを心待ちにしている彼の出演を楽しみにしているファンたちの声は彼にとって大きな励みとなるだろう彼がラカラの疲れを感じさせずに日本のテレビに出演する姿勢は彼のプロフェッショナリズムとファンへの愛情を物語っているファンたちは彼がどれほど忙しいスケジュールの中で頑張っているかを理解しその努力に感謝している彼の登場がファンの心を温め 日常のスストレスを和らげるる一因となっている彼がラで過ごした時間についてのエピソードや、アメリカでの経験がどのように彼に影響を与えたのかを聞けることもファンにとっては大きな楽しみの一つだ。彼がどのようにしてエネルギーをチャージし、どのような新しいインスピレーションを得たのか、それが彼の今後の活動にどう反映されるのかに興味が集まっている。彼の旅の話は、彼の成長や新たな視点を示すものであり、 ファンにとっても刺激的な内容となるだろう。彼の出演が決まったことで、ファンたちはその瞬間を逃さないように、あらゆる準備を整えている。録画の準備をしたり、友達や家族と一緒に視聴する計画を立てたりしている。レオがどんな話をしてくれるのか、どんなサプライズが待っているのか、期待と興奮が高まっている。彼の出演を見逃すまいとするファンの姿勢は、レオにとっても大きな励みとなる。 彼がどれだけファンに愛されているかを感じることで、彼自身もさらに元気を取り戻すことができるだろう。彼の出演が成功することで、彼自身も新たなエネルギーを得て、今後の活動に向けてのモチベーションを高めることができる。彼の登場がどれほど多くの人々に影響を与えるかを考えると、彼の努力がどれだけ重要かがわかる。彼が日本に戻ってきてからの初めての仕事であり、 多くの人々が彼の登場が日本全国に元気を与え彼のファンたちにとって特別な一日となることは間違いない彼の出演に対する期待感は彼のファンだけでなく番組を楽しみにしている視聴者にとっても大きな喜びだ彼の明るい性格やエネルギッシュなパフォーマンスは多くの人々に元気を与えてくれる 特に最近の忙しいスケジュールの中での彼の努力や献身はファンにとって大きな感動を与えている。レオの出演に対する期待感は日本全国で高まっている。彼のファンたちは彼がどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、どんな話をしてくれるのかを心待ちにしている。彼の出演を楽しみにしているファンたちの声は彼にとって大きな励みとなるだろう。 彼がラからの疲れを感じさせずに日本のテレビに出演する姿勢は彼のプロフェッショナリズムとファンへの愛情を物語っている。ファンたちは彼がどれほど忙しいスケジュールの中で頑張っているかを理解しその努力に感謝している。彼の登場がファンの心を温め日常のストレスを和らげる一因となっている。彼がラで過ごした時間についてのエピソードや アメリカでの経験がどのように彼に影響を与えたのかを聞けることもファンにとっては大きな楽しみの一つだ。彼がどのようにしてエネルギーをチャージし、どのような新しいインスピレーションを得たのか、それが彼の今後の活動にどう反映されるのかに興味が集まっている。彼の旅の話は、彼の成長や新たな視点を示すものであり、ファンにとっても刺激的な内容となるだろう。彼の出演が決まったことで、 ファンたちはその瞬間を逃さないように、あらゆる準備を整えている。録画の準備をしたり、友達や家族と一緒に視聴する計画を立てたりしている。レオがどんな話をしてくれるのか、どんなサプライズが待っているのか、期待と興奮が高まっている。彼の出演を見逃すまいとするファンの姿勢は、レオにとっても大きな励みとなる。彼がどれだけファンに愛されているかを感じることで、 彼自身もさらに元気を取り戻すことができるだろう彼の出演が成功することで彼自身も新たなエネルギーを得て今後の活動に向けてのモチベーションを高めることができる彼の登場がどれほど多くの人々に影響を与えるかを考えると彼の努力がどれだけ重要かが分かる彼が日本に戻ってきてからの初めての仕事であり多くの人々が彼の笑顔や元気な姿を楽しみにしている 彼の登場が日本全国に元気を与え、彼のファンたちにとって特別な一日となることは間違いない。彼の出演に対する期待感は、彼のファンだけでなく、番組を楽しみにしている視聴者にとっても大きな喜びだ。彼の明るい性格やエネルギッシュなパフォーマンスは、多くの人々に元気を与えてくれる。特に最近の忙しいスケジュールの中での彼の努力や献身は、ファンにとって大きな感動を与えている。